カラコ、カギ、遺跡カラコ、カギ遺跡は、奈良県四季郡田原本町カラコ、カギにある、弥生時代の看護集落の遺跡。国の史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。復元模型カラコ、カギ考古学ミュージアム展示。奈良盆地中央部、標高約48メートル前後の中石地に位置する。現段階の調査で、認知されている。 遺跡面積は約三十万平方メートル。規模の大きさのみならず、大型建物の跡地や、青銅器中造炉など、工房の跡地が発見され、話題となった。1九百一年、高橋賢治が山戸高校雑録の中で、四季郡川東村、大あざかの遺跡として紹介したことをはじめ、全国から、ひすや土器などが集まる一方、銅卓の主要な製造地でもあったと見られ、 弥生時代の日本列島内でも重要な勢力の拠点があった集落ではないかと見られている。1999年に国の史跡に指定され、ここから出土した時に描かれていた多層式の楼閣が遺跡内に復元されている。2004年11月24日、田原本青垣障害学習センター2階に、カラコ、カギ考古学ミュージアムを開設し、 出土品などの展示を行っている。2018年に周辺がカラコ、鍵石石史公園として整備された。また、同時期に、道の駅レスティカラコ、鍵が開業している。大型建物移行移行展示情報館展示。復元同格集落の形成集落の、分立集落の統合中期後半集落の、発展集落の衰退集落の消滅中性 江戸時代1936年から1937年にかけて、唐小池から道路工事用のデードを採取した折に土器や木片などが発見された。1937年に発掘調査が行われて以降、間に中断はあるものの5機で100人以上の発掘調査が行われ、多数の縦穴と土器や石器などが発見された。ありがとうございます。